皆さんこんにちは。今日は映画恐竜戦隊10レンジャー1992年から1993年の俳優がどのように変わったかをお見せします。あなたは彼らの元の名前と年齢を知るでしょう。2021年に彼らがどのように見え、現在何をしているのかをお見せします。チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。行こう。望月優太は1967年3月14日に生まれは日本の元俳優、元声優。本名、松川岳、神奈川県横浜市出身。映画では劇の役を演じています、ティラノレンジャー。彼はティラノサウルスを象徴する大和王国の王子でした。ブライの死後、彼はドラゴンの鎧を手に入れ、より強力な武装ティラノになります。彼は大和王の本当の息子ではないことが判明したが、採用した。高安青久は1967年5月2日に生まれは日本の俳優。本名及び旧芸名は高安聖樹。東京都出身。映画では子牛の役を演じています。マンモスレンジャー。シャーマ族ナイト。経験豊富で状況判断にも優れ、バンドーラからも10レンジャーを陰で支えてるのはゴウシと評価されている。幼い頃に両親を亡くしており、姉の乙女に育てられたが、1億7000万年前のバンドーラとの戦いの際に目の前で失ってしまったため、仲のいい兄弟姉妹を見るとそのことを思い出す。藤原秀樹は1971年10月18日に生まれは日本の元俳優。東京都出身。映画ではダンの役を演じています。トリケラレンジャー。エトフ族ナイト。性格は明るく短気でやや慌て者だが、ムードメーカー的な一面も持つ。根は素直で困っている人を放っておけないお人よし。しかし自身の軽率な行動で仲間が危機に陥った時には深く反省し成長していく。メンバーの中では一番早く現代に順応しており、漫画を愛読したり原宿でナンパをしたり、パソコン欲しさにバイトも真っ先に行った。橋本拓実は1976年11月22日に生まれは日本の元俳優。東京都出身。映画ではボーイの役を演じています。タイガーレンジャー。ライム族ナイト。元気かつ律儀で最年少ながら選手としての意識も高い。変身前でも身軽な動きを発揮し、我流で忍術まがいの動きも身につけた。スーパー戦隊シリーズの中で女戦士や追加戦士を除いた男性メインメンバーの中では歴代で最年少である。千葉玲子は1975年1月8日に生まれは日本の実業家、ヨーガインストラクター、右翼活動家、元女優、元声優、元アイドル。愛称は千葉玲。福島県出身。映画では彼女、メイの役を演じています。プテラレンジャー。リシア族プリンセスで伝説の英雄リシアンテウスの血を受け継ぐ。心優しく常にメンバーを気遣い、リーダーの劇を盛り立てることも忘れないまとめ役だが、少し生真面目すぎるところがたまに傷。一人になっても戦い続ける頑張り屋な面もある。変装の名人でもあり、第38話ではラミーと変装合戦を繰り広げたこともある。多々良潤は1917年8月4日に生まれは日本の俳優。本名、多々良重次。宮城県牡鹿郡石巻町、現在の石巻市、出身。映画ではバーザの役を演じています。古代人類の白魔導士。普段は地下に神殿がある桜マンションの管理人として暮らしている。いささか慌て者、10レンジャーの復活後、5人を養うために神殿にあるわずかな財宝を少しずつ換金して生活費を賄っていた。最終回でバンドーラ一味を封印した後は劇たちや守護獣たちと共に展開へと去る。2006年9月30日午後0時40分、肺機能不全のため東京都内の病院で死去。曽我真知子は1938年3月18日に生まれは日本の女優、声優、歌手。東京都八王子市出身。映画では彼女、バンドーラの役を演じています。彼女はかつてダル族の女王でした。彼女の息子カイが恐竜に殺された時、彼女は大サタンと同盟を結びました。彼女の息子に復讐する力と引き換えに彼女の魂。彼女は一見無制限の魔法の力を持っています。彼女はカイの2度目の死を悼み、やがて力を失います。2006年5月7日、自宅のあるマンションで亡くなっているところを、訪れた知人によって発見された。泉四郎子は1961年5月6日に生まれは、日本の元俳優。本名は常盤一郎、千葉県出身。映画ではブライの役を演じていますドラゴンレンジャー。初期メンバー同様、1億7000万年前から復活した戦士。純粋かつ喜怒哀楽の激しい性格。8歳の時に大和王の養子となった弟、劇と性別し、父は野心の末に大和王に反逆して誅殺されている。後に国を脱出して妖精の森に住み着き、大和王への憎悪と父の遺言に従い王になるという野心とプライドを心の支えにして特訓に励む日々を送った。河合つぐみは1967年12月15日に生まれは、日本の女優。東京都出身。映画ではラミーの役を演じています。グリフォーザーと共に10レンジャーと戦う戦闘要員である。秘密捜査官も務め、恐竜の卵を追っていた。グリフォーザーの妻で、夫婦のコンビネーションは抜群。大型のラミーブーメランを武器としており、額からビームを放つ。戦闘力はグリフォーザーに次いで高く、10レンジャーを圧倒する力を秘めている。また、七変化も得意で名と互角以上に渡り合い、彼女を追い詰めたことも。見てくれてありがとう。新しいアイデアがあったり、好きな映画を作ってほしいと思ったら、下にコメントして知らせてください。私たちをサポートするために私たちのチャンネルを購読することを忘れないでください。ありがとう。そして次のビデオでお会いしましょう。